低スペック女子って高身長イケメン高収入の男性求めすぎだよね。はい、こんにちは。投資家で医学修士のタクです。いつも動画を見ていただきありがとうございます。今日もね、婚活系 YouTuber ということで、ちょっとやっていきます。低スペックの女性に限ってね、高いスペックの男性を求めるんですよ。頭おかしいですよね。自分のスペックをね、まず分かってからにした方がいいです。で、今日はね、高身長イケメンはリスクでしかないっていうね、話をしていきます。まあね、低スペックの女性はね、高いスペックの男性を求めすぎるっていう、話をね、僕何回もしてるんで、そちらの動画ね、見てくれてる方はね、わかると思うんですけど、今日はね、高身長イケメンはリスクでしかないっていうことで、やっていきます。まずね、高身長イケメン、皆さんね、どこで探します？ほとんどの人がね、アプリで探しますよね。アプリでいる高身長イケメンの人って、収入も高いし、学歴も非常に高い人多いですよね。あれね、ほとんど嘘ですよ。僕いつも言ってるんですけど、異常にね、慶応大学出身ばっかりいるんですよ。ありえないですね。なんでかというと、大学の出身って大体ね、日大と中央大学出身が多いんですよ。大体多いですね。日大出身が非常に多いですね。なんで、婚活市場だけなんか慶応大学ばっかり多いっておかしいじゃないですか。これね、社会、この東京とかね、関東周辺って、大体出身がね、日大とか中央大学が多いんですよ。ほとんど。多いです。なのに、婚活市場になったらね、慶応大学出身ばっかりいるって、これね、みんな学歴詐称してるんですよ。まあね、低学歴の人ってね、そうやってね、慶応大学でかけたがるんですよね。そういうのにね、女性も騙されてね、結局はね、アラサーとかアラフォーになっちゃって結婚できないっていう、このパターンに陥るんですけど、だから、高身長でイケメンが写真であったら、みんなね、次は収入と学歴を求めるんですよ。だけど、実際ね、そんな、全て揃ってるような人なんか、1% もいないんですよ。今のね、例えば若いね、20代とかね、アラサーぐらいまでの女性がね、結婚に求めてる男性の年齢、つまり30前後のね、年齢で、そんなにいないんですよ。1% もいないです。絶対いない。これ間違いないですよ。1% もいないのに、そこをね、こんなにいっぱいいるんだとか思って、みんな申し込みっていうか、いいねとかするんですよ。だけど、大体嘘ですね。高身長だからイケメンっていうのはね、詐称しやすいね。だって、見た目で一番わかるところがいいから、あと、詐称しててもわかんないっていうところがあるから、一番ね、リスクが高いんですよ。で、それにね、結局女性が騙されちゃって、結婚できないと。いい年まで結婚ずっとできないっていうパターンに陥ります。で、これね、女子会でみんな教えてあげたらいいのに、女性同士ってライバルだから、そういうこと言わないですよ、絶対。絶対言わないです。だから、そういうのはね、結局男性の話を聞くしかないんですよ。女性同士でそういうね、話は、ごめんなさい、風邪気味。で、女性同士でそういう話しないから、これ男性の話聞くしかないんですよ。だけど、現実からね、現実逃避してる女性っていうのは、結局ね、僕の動画を、拒否したりとか見なかったり、あとね、自分がね、絶対、他の女性より綺麗だからね、何々ちゃんはね、こんな高身長でね、収入は少ない男性だけど、高身長イケメン捕まえてんのに、私ぐらいだったらもっと上は捕まえれるとかね、こうみんな思うんですよ、女性って。だけど、それが大体ダメなんですよ。わかります？結局ね、そんなに高身長でイケメンで高収入でね、学歴も高くてね、そんな人ばっかりいないですよ。社会には。いません。なんかね、勘違いしてる人が非常に多いというかね、ほとんどの人勘違いしてますね。野原さんの動画見ててもそうなんだけど、野原さんってなんか、ごめんなさい、風邪気味で、低学歴、低年収、で、容姿も悪いっていうね、もう、底辺なんですけど、その割にはね、男性にすごい高いスペックを求めるじゃないですか。
それでなんかね、お見合い行ってね、うまくいかなかったとかね、連絡先交換してね、結局うまくいかなかったっていつも言ってるんですよ。で、低スペックの男性のね、話を拒否してね、し続けてるじゃないですか。自分が低スペックの女性なんだから、男性もね、これ低スペックの男性しか無理なんですって。そこをわからない限り、一生ね、無理ですね。だから結局、高身長イケメンの人と、まず、会っても連絡が続かないし、結局、もしね、付き合ったりしても、大体そういう人ってね、二股三股かけてる人なんですよ。大体高身長イケメンの人がね、そんなね、いい年まで結婚してないわけがないんですよ。そこをよく気づいた方がいいですね、女性の人は。これね、本当に男性に教えてもらうしか、この話は多分、理解できないと思います。っていうか、男性に教えてもらわないと、それに気づかないと思いますね。だって結局、自分がね、高い男性の理想を求めすぎてね、こう周りが見えないわけなんですよ。だから、こういうの本当に、言ってくれてる人はね、もう話をちゃんと聞いた方がいいと思いますけど、僕はね。うん。で、だんだん婚期が遅れていくと。で、女性は年取ってきたらね、今度はね、市場で価値がなくなるからね、スーパーの惣菜みたいなもんで、半額シール貼られて、もう誰も買ってくれないっていう話になっちゃうんで、だから結局は、若い時にね、それを、この話を、まあ、ガチで気づいて、理解してるかしてないかが、ただ結婚できるかできないからさ、それだけだと思います。それが、まあ、アラサーとか、アラフォーとかになっても、まだね、夢を求めてるというかね、高いスペックの男性がね、まだ出会えると思ってるのが、まあ、非常に多いっていう話ですね。ということで、まあ、女性の皆さん、よく考えた方がいいですね、本当に。まあ、僕ね、これはみんなのためにやってるわけで、なんかね、たまにブチギレる人とかいるんですけど、おかしいです。僕、みんなのために言ってるわけで、なんか、本当にブチギレてる女性とかね、本当に、まあ、一生結婚できないんだなって思いますけどね。もしくはね、相当養子のね、養子で収入も悪い男性と結婚してね、なんか僕が本当のこと言ってるからね、逆ギレしてくるんですよ。だから、高身長イケメンで高収入の男性と結婚できなくてね、年収が300万ぐらいでね、チビでデブでね、もうハゲそうなね、男性と結婚してるようなね、女性が逆ギレしてくるんだと思います。はい。ということで今日はこれで終わります。最後までご視聴ありがとうございました。